この時間は日本対コスタリカ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援を受け、両チーム今日のゲームを戦います。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速決めてきます。キックオフのいい流れからこの得点まで結びつけましたね。鎌田、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか？いやー、ボールのもらい方良かったですね。パスが出てくるタイミングも完璧だったので、相手の守備も対応遅れてしまいましたね。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。日本この時間に先制に成功です。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。これは合いません。テヘダ、吉田、このボールをカットします。長友、遠藤、前半14分になろうというところ、久保、左サイド上がります。この位置でボールを受けます。セカンドボール拾えるか。コスタリカボールです。カルボ、奪われると危険な位置。ドゥアルテ、ドゥアルテから前線へ、柔らかいボール。この辺は人に対して厳しくいってますよね。スペースを使う、このパスが抜ける。久保、ここは守備の対応。伊藤、この試合ですでにアシストを記録しています。さあ、ここから持っていく。田中、大きく前線へ、久保に渡ります。テヘダ、ドゥアルテ、日本としてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。板倉、田中、鎌田へ飛び出した、ボールシュート。この反応、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。自分が進出して最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。見事なプレーでチームを救いました。いいプレッシャーです。出るか。さあ来たか。コントレーラス、
勝負のシーン。ここで長いホイッスル、前半終了です。前半から得点が動いています。日本まずは1点先制して折り返す前半となります。試合は既にやっぱり 1-0 でリードしているという心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。日本対コスタリカ、日本が1点を先制して折り返します。後半スタート、日本 1-0 リードです。ここはつながりません。日本は素早いカウンターを得意としているんですが、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、前からどんどんプレスいきますからね、はい、そのあたりのトランジションの速さにも注目ですよね、はい、しかしこれは運動量も必要ですし、90分間やり遂げるというのはちょっと大変な戦術ですよね。スタミナもいりますし、選手同士が連動しないとうまくいかないですからね。そう簡単にはできない戦術ですよね。なるほど、チームとして戦術がどれだけ浸透していて、かつ徹底できるのかが、これ大きなポイントになってきますね。裏のスペースを狙う田中、裏を狙う、絶好の位置、シュート、いやうまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。日本はメンバーチェンジがあるようです。ここでオフェンスに特化した選手が入ってきましたよね。完全に攻撃的な交代だと思いますけどね。上田、スルーパス、このパスが抜ける、シュート、決まった、ハット、長友、長友から鎌田、上がるか、いけるか、裏具は上がっていません、ポストに当たる、あうまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。コスタリカ、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。さあ再び選手の交代です。日本テヘダ、右サイドへ振って、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としては攻めている時のバランス、守っている時のバランス、非常にいいですね。スルーパスを狙う、ちょっと伸びてしまいました。ここは読んでいました。久保、両チームともメンバー交代があるようです。酒井から伊藤、とボールは鎌田から右へ、ポールのところのパス、ワンツー抜け出すか、点目かというところ。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。ベンネット、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。日本としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。日本としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。伊藤、
これはファウルを取られました。Substitutions taking place. Middle. There will be 3 minutes added time. Temoto no tokei de wa nokori jikan ato wazuka, mou jikan ga arimasen. Additional time は3分という表示です。ここで笛です。1対0日本なんとか1点差で勝ちました。結局前半のゴールが決勝点。鎌田、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか。日本としては前半のリードをしっかりと守りきりましたよね。ただ1点の差でしたから、確実に試合をものにするためにも早く追加点を奪って安心したかったでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。日本が1点を死守、勝利を収めました。